グンタン・フォン・ハーゲンスは、ドイツ出身の解剖学者。合成樹脂を用いた人体保存法プラスティネーションの開発者。主として死体に関わるビジネスを行っているため、死の意志の異名を持つ。生まれた時の名字は、リープ・ヒエン。ハーゲンスは、前妻のせいである。父親のゲルハルト・リープ・ヒエンは、当時のポーランド領で生まれたドイツ人で、戦前からナチスに傾倒し、 反ポーランド破壊工作にも関わり逮捕された。ポーランド幸福で釈放されると、ナチス親衛隊に志願し、コックとして働いていたとされるが、実際には、警察組織に勤務し、ユダヤ人の移送やユルゲンシュトロープ式へ、ワルシャワゲットを放棄鎮圧戦に参加していた。敗戦時に、リープヒェン一家はドイツに難民として避難し、東ドイツに住んだ。グンターは、幼少の頃、 半年ほど病気で入院したことがきっかけで医学に興味を持つ。1965年、イエーナ大学において医学の勉強を始める。その後プラハの春の講義に参加したことで逮捕されるが、1970年に西ドイツへと亡命し、医学の研究を続け、ハイデルベルク大学より博士号を授与された。1993年に自身が開発した。 プラスティネーション技術に関連して、プラスティネーション協会インスティチュートフォープラスティネーション、ボディーワールズや日本の人体の不思議展では、バスケットボールをするポーズを取った標本や、胎児を見せた妊婦の標本などが展示され、日本でも話題を呼び、多数の来場者が訪れた。ハーゲンスは、中国の大連日本ヘイガンズドリオンプラスティネーション、リミテッドという会社を所有、同地で、 死体加工工場を経営し、大量の死体標本を制作し、ハーゲンスは、ボディーワールズへ、死体の標本を貸し出すことで2億ドルの利益を手に入れたとされている。このほかレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた成功する男女の画に、インスピレーションを受け男女のセックスの場面の展示の企画を試みたが実現には至っていない。1998年頃、ハーゲンスは、 契約をめぐり日本側の主催者と揉めたとされ、結果として契約は打ち切られ人体の不思議点は中止になった。だが、その後、プラスティネーションの技術はハーゲンスの死体加工工場で勤務していた中国人らによって模倣され、プラストミックという名のもとでハーゲンスの手から離れたところでも加工されるようになった。2002年にはイギリスのチャンネル4にて、 アナトミー・フォー・ビギナーズという人体解剖のライブ講義を放送。スタジオに集められた学生やドナー登録者の目の前で人体を解剖してみせた。その後、類似の内容で回を重ね、DVD 化され販売されている。その後、ボディ・ワールドや人体の不思議展で展示された死体の調達方法をめぐって深刻な人権侵害が行われているとの疑惑が、 指摘されるようになり、世界各地で問題視されるようになってきている。主として、中国人らによって加工された死体の調達をめぐって、人権侵害が指摘されているが、同様に、ハーゲンス自身の工場で加工された死体をめぐっても、人権侵害疑惑はたびたび指摘されている。ハーゲンスには、死体の DNA 鑑定を求める声も上がった。 2011年1月5日自身がパーキンソン病の末期にあることを明かすとともに死後に遺体を標本として展示する計画を独自ビルトに公表した。私が死んだら人体標本展、人体の世界のキュレーターを務める妻のアンゲリーナ、ウォーリーが遺体を人体標本化する。準備は着々と進めている養老たけしの親友でもある。ありがとうございます。